おはよっす。最近は家に引きこもりすぎて、買い物で外に出た時に外の空気ってこんなに美味しかったっけって感動しているゴイラです。いや、やべえよマジで。本当に外出なさすぎてコミュ障が加速してるって。というのも最近一人でもんもん考えてることがあって、それは何かっていうと、会話中自虐ネタにすぐ自分で走って一人になると急に悲しくなっちゃう現象。あれ本当何？あれはマジで何ですか？自分の言った自虐ネタで傷つくならさ、自虐しなきゃいいじゃんって思うんだけど、会話中とかに困ったら、あーとりあえず自虐ネタで逃げていじられ枠に自ら行っちゃうみたいな、相手に言われるより自分から先に行っちゃおうみたいな変な防衛本能みたいのが出ちゃってるのかはわからんけどさ、旦那に相談したら会話中なんか困ったらやかましいみたいな感じで一言ツッコミを入れるだけでいいって言われたんだけど、それができてたら苦労せんちゅうことないよな。なんか一言ツッコんで空気冷めないかなとか、雰囲気壊さないかなとか、めちゃくちゃ考えちゃってもごもごしてコミュ障になって何も言えんくなる。そんでそのままいじられ枠に行って、ノリだって分かってても自分が気にしてることを言われるとちょっと落ち込むみたいな。言葉にすると結構オイラめんどくさいな。頼むよ、嫌いにならないでよ。オイラのこと嫌いになったら許さないから。旦那と家族に甘やかされすぎて絶対に頭お花畑になってるわオイラ。まあこんなうじうじしてたら嫌われちゃうので、ということで今日の夜ご飯はネットで見つけた白菜と豚肉のトロトロに、それから味付きご飯と梅干し乗せて、大根の味噌汁、あと卵焼きもさっき焼いてたよ。ふう、腹が減った減った。さていただきまんます。卵焼きにはケチャップ派なんですよねオイラ。神様今日もご飯をありがとうございます。今日もむっちゃうましかて。